はい。監督ネーム、かおりさんからいただきました。私の通っていた小学校では、給食でカレーが出るのが月1回の木曜日だったんですが、うん、私は当時定期的に病院に通っていて、それが木曜日だったため、うん、カレーとは絶対出会わない運命でした、うん。今思うとどうでもよかったのですが、当時その事実に気づいた男子に、カレー食べられないなんてかわいそうと言われた時泣いてしまったことがあったのですが、うん、なんと次のカレーの給食の日、別の男子が先生にお願いして、私の家まで給食のカレーを持ってきてくれました。ちょっと何これ何それ温め直して食べたカレーは味よりも何か満足感というか幸福感みたいなものがあって今でも強く覚えている小学校の思い出です。これ絶対この男子好きじゃん。キュン香織さんのことはキュンです。これ絶対好きじゃん。ちょっとこれはいい話をちょっと盛り上げましょう。ちょっとこれは、ちょっとこれはあげちょっといやこれ絶対気あるよね。いやありますね。ちょっと絶対あるでしょ。届けるって相当ですよね。相当だよね。ええー、だって先生にそういうこと言い出すのも恥ずかしいよ、小学校の時は。小学生何年生ですか？何年生か分かんないな。小学生の時だ。うん。うわー、ちょっと、しかもし、家まで、家を知っちゃったんだな。ちょっとこれ。すごいな。何、その渡してカレー渡した後の展開知りてぇな。そうだね。そうです。なんかちょっとその後甘酸っぱい感じになったのかな。いや、これ違う。満足感とか幸福感じゃないよ。これ。甘酸っぱさ。甘酸っぱさ。これが初恋だよ。青春の味？これそう、これ。これカレーは青春の味。恋の味だよ。ちょっと今聞きました。恋の味だよ。恋の味。ちょっとエコーかけて待って、もう一回言ってます。恋の、これが恋の味だよって。これが恋の味だよ。すいません、俺が嬉しいだけ。あ、これが恋の味か。なんだよ、めっちゃいいエピソード持ってんじゃん、かおりさん。これありがとう、いいな、いいエピソードはあるな。青春を思い出しましたね。いいね、これね。はい、カレーのお便りはここまででございます。